こんにちは、まるさんと一緒に湖畔でご飯という前回っていうか前に湖畔でご飯という動画を撮りましたけど、結構再生回数が多かったもんですから、まあ、いつかまた撮ろうなと思ってたんですけど、山中湖いい気候になってきたんですが、ここ1週間ぐらいずっと雨だったり曇りだったりとかしていました。今日すごくいい天気で晴れたので、せっかくだからね、ご飯ということでまたやってみたいと思ってます。5月中結構富士山の雪がこうだいぶ薄くなってきてたんですが、昨日かな、やっぱり富士山頂雪が降ってまして、結構真っ白になりました。爽やかです周りの風景、本当これ360度で撮ればよかったな。周りの風景もまた後でちょっと回しますけど、なかなか湖畔の、ベンチといいますかね、東屋で今ご飯を食べようとしています。ここは山中湖村の、朝日ヶ丘湖畔緑地公園というところにある東屋です。テーブルとか石とかちゃんとあるのでです。今日の、ご飯はですね、山中湖にある、ガストで買ってきました。まずランチハンバーグロコモコ丼296円税抜き、ご飯大盛り無料、ライス大盛り無料と、それから、ご飯だけじゃないのでサラダも買ってみました。ちりめんじゃこと豆腐のネバトロサラダ S サイズ、ロコモコ丼です。見える？逆光になってるね。ロコモコ丼、ご飯とハンバーグと、ポテトかな、とあと卵焼きで、こっちが豆腐と、なんだっけ、ちりめんじゃこと豆腐のネバトロサラダはこんな感じです。あ、豆腐入ってる、見えるかな、こんだよ、ね、で、これにはトッピングの海苔、出ちゃった、と、それから、ドレッシング、和風ドレッシングって言ってます。これね、こぼれちゃった。だーっと。はい。というわけで、丸さんと一緒に湖畔でご飯。今日はロコモコ丼とちりめんじゃこと豆腐のサラダです。いや、いただきます。で、よいしょ、じゃあちょっとサラダから、よいしょ、おいしい、見てくれない、ネバネバ、オクラが入ってる、天気だな。
サラダの方はレタスとトマトと、まあ、ジャポと豆腐、海苔のトッピング、あの皆さん、このロコモコ丼の卵焼きってどうやって食べますかね。あのこのパクって食べるか、こう黄身を潰してというか垂らして食べた方がいいかっていう、結構悩みます。僕はちょっとこれ半熟っぽいな、あ、大丈夫です、普通に食べれますね。うん、大根が入っ、あ、違う、あ、このサラダ、とろろ芋が入ってる、ちっちゃいキューブ状のとろろ芋も入ってます。あと、オクラ、ネバトロ丼です。丼じゃない、ネバトロサラダで、リスがいる。今日なんか2回目なんですよ、リスにいるの。結構地面走ってたりとかして。鳥も鳴いてるし、白鳥もいるし。なんかいいとこで。でね、最近思ってるのは、まだ時間をかけて勉強中なんですけど、まあ、ちょっと興味があるのは関係人口っていう、ここにも実は本買ってきたんですよ、うん、別冊ととこと合本、観光以上移住未満関係人口入門2019年度版、人気の2冊が1冊にって書いてある本です。まああの過去の特集をね合本したようなやつなんですけど、こう観光じゃないかといって、まあ移住しちゃうわけでもない、ある特定の場所、土地、施設、人、まあそういった人たちとこうなんていうのか、関係づくりというんですかね、関わるといったらいいんですかね、こんなことを提案されてます。まあ、いわゆる観光振興とか移住促進っていうのがあるんですけど、まあ、それも大きな、まあ、少子高齢化社会に対する一つの日本が取りうる、まあ、政策というか対応の一つなんですけどね。まあ、観光で来て、来るとまあ一回来る、まあ、リピーターになるというのがありますけど、まあ、そういったものだけではなく、かといってこうべったり移住して生活拠点を丸ごと移すってわけでもない、でもなんか関わりたい、なんかそういうこう関係づくりを作るもの、関係人口というのが言われてます。観光ってある程度段階があるような気がしてるんですよ、でもあって思ってるんですね。これは観光って最初結構地名で行く観光、例えば山中湖に行くとか、まあ、来るじゃない、行くとか富士山に行くとか、例えば清里に行くとか軽井沢に行くとか箱根に行くとかっていう、そういう地名で行くんですけど、そのリピーターになっていく時にはその地名ではなくて、その施設だったりします、例えば富士急ハイランドに行くとかですね、清里だと清泉寮に行くとか萌木の村に行くとかロックに行くとか、そういう、こう拠点というんですかね、地名から
施設というか拠点にこう旅の対象が移っていくような感じがしています。あ、そうそう、何々ホテルに行くとかね、山中湖でもこう山中湖に行くっていうことよりもそのホテルに泊まりに行くっていう、まあ、そのペンションに泊まりに行くっていう方が観光の目的とかリピーターになるかとかまあことが多くて、決して地名だけではないっていうか、地名は一回行けばいいや、箱根に一回、この間箱根に行ってきましたとか熱海に行ってきましたとかで済んじゃうんだけど、このどこそこに行く、ホテルに泊まる、ペンションに泊まるっていうと結構リピートをする、うん、リピーターになってくれることが多いですね。でさらにその地名から施設になって、さらに行くと施設からそこの人に会いに行くになるんですよ。あそこの店のあのオーナーに会いに行くっていう感じですかね。だからもうそうなるともう地名はどっちでもいい、まあ、清里に行くとか山中湖に行くじゃなくて、あそこのお店のあのマスターに会いに行くとか、あそこのお店のあの人に会いに行くになっていく。そうするとだんだんこうリピートしていくんですよね。まあ、リピートというか通うようになるって言ったらいいんですよね。でまあ、そういうふうになってたけど、単にこう消費的な会いに行くではなくて、そこで何かもう生まれる、作る、関わる、例えばイベントを一緒に作ろうとか、イベントに参加しようとかね、そうなっていながらこうまだ観光から少しこう、あ、またリスが通っていった、いわゆる従来の観光とはちょっと違う、その土地、その地域、その施設、その人、その、まあ、催し物にこう関わっていくようなものが出来上がる、まあ、そういう関係づくりを作っていくし、まあ、あるいは押しかけていくといったらいいんですかね。そういうことが必要なんじゃないかなっていう。で、今その拠点となるところとして、いわゆる廃校、もともと小学校だったり中学校だったりしているところが注目されています。というのも、まあ、いわゆる少子化ですよね。少子化ってどうしても学校をどう廃校しなくちゃいけない、いわゆる公共施設再編っていうのがあるんですけど、それで空いてしまった学校、誰も使わなくなった校舎、校庭、体育館、何に使おうかみたいなところですよね。でまさにそれ関係人口を作っていく活動拠点になりうる場所なんです。で実はこの本も結構廃校の利用というのが事例としては上がってます。まあ、学校そのまま使うというよりはちょっとね、おしゃれにリノベーションっていう、まあ、今流行りの、おしゃれにリノベーションした空間、ほらそんなことは今山中湖でもできないかなって思ってます。あ、山中湖に限らなくていいんですけど、廃校をね、もともと学校っていう施設は普通の教室ももちろんあるんですけど、職員室があり、図書室があり、まあ規模が大きいのは音楽室とか美術室、まあ、あと理科実験室、家庭科室、本当に多目的なというか、それぞれこう用途ごとに部屋ができてありまして、ある意味そのまま使っても楽しいし、リノベーションしながらカフェにするとかギャラリーにするとか、まあ、今だといわゆるコワーキングスペースとかね、シェアオフィスみたいなものに使うとかっていうのもあるかもしれないけど、とにかくそういう場所があるっていうのはいいですよね。なかなかそういう場所がないと関係人口作りって難しい。なんてそんなことを考えています。図書館はそういう場所にならないのかって、もちろんなるんですよ。図書館はないんですよ。何が難しいかっていうと、ここでこう
人が通りますので。サラダ美味しい。図書館が無関係人口づくりのなかなか難しいというところですね。できるんですけど、いわゆるこう交流というか会話というかディスカッションというか、いわゆるくっちゃべるような場所ってなかなか図書館に作れないので。来ても、ね、黙って勉強してるとか、本当に一言二言図書館の人と話会話を交わすとか、そんな風にして終わっちゃいますよね。じゃあお店があるじゃないかっていうのなんですが、商業施設、商業施設は商業施設なんですけど、何かこう注文するとか食事をするとか、なんとなく一日そこにいられるっていう商業施設はなかなかないので、そういう、ね、カフェでもあるといいんですけど、なんとなく一日だらっといられるような、で時々パソコンで Wi-Fi つないでメールチェックしたりお仕事したり、そういうところがこう最高リノベーションしたところって結構そういう使い方をしてたりとかしますね。なので山梨県内もいくつかの自治体が廃校、学校の統廃合で入ってる学校ができ、まだ具体的な公募とかの話は聞かないんですけど、その施設を使ってくれる団体を募集する、どういうふうに使ってくれるのとか、家賃いくら払ってくれるのみたいなのが多分募集されると思うんですけど、もちろんその応募をする団体の狙いというか目的というかそういったものも実現する一方で、その地域にとって、こういう施設ができてよかったねって言われるようなものでないと、そこはそこで何かやってるよねっていうので終わっちゃう可能性があるので、その辺で地元の人も巻き込みながら、でその施設を使ってくれる、関係事項ということでやってくれる、首都圏なのかな、東京なのか、横浜なのか、そういう人、首都圏の人も一緒に楽しめる、通ってこれるというのかな、こんな場所づくりが多分この先観光でもない、こう移住でもない、多分役場的に言うとそれが住民化の移住促進になるのか、いわゆる観光化の観光推進になるのか微妙なところですけどね。一つこう少子社会、少子高齢化社会の中で人口が減っていく、で人口の流動化っていう中で一つの経済を考えていくと、観光なの移住なのっていう選択肢だけではなくて、通ってくる通い詰めるとかね、通ってくる人たちのを受け入れられる場所、あるいは通ってこれる環境づくりみたいなものが、ある意味こう、地域活性化というと変ですけど、そんなものとして出てくる可能性が強いなっていうのは感じてますね。それはどうしてもこう観光地ですってなるとなかなか見えにくかったりとかするので、今こういう観光人口、関係人口の事例はある意味何でもない田舎の山の
まあ、山村の、昔ながらの木造の校舎が残っているところとかというところが、まあ、事例としてはよく上がってきますね。いいとこだな。今日は一日晴れるそうです。さっき見たらちょっと雲がかかってますけど、富士山の山頂が見えてました。まあ、自分で言うのもなんですけど、出されたものは結構きっちり食べる方で、あればあっただけ食べちゃうんで、なければないなりにきっちり全部食べてごちそうさまできるんですけどね。あ、という感じ。ロコモコ丼、これから何だっけ、ちりめんじゃこと豆腐のネバトロサラダ、完食しました。どうもごちそうさまでした。またこんな風にして、まるさんと女が飛んだ今なんかポコッと出ましたね。そんなわけで、まるさんと一緒にご飯でご飯です。こんなおじさんとのご飯を食べてる動画を見て楽しいかどうかわからないんですが、まあ、こんな環境のいいところにせっかくいるので、なんとなくそこでこうご飯食べてるかなの気分を味わってもらえると嬉しいかなと思います。それじゃあまた機会があったら、ご飯でご飯またやりたいと思います。楽しみにしていてください。またバイバイ。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。